皆さんこんばんは、木村良平です。リトルナイトメア2続きをプレイしていきたいと思います。あれ？こっちか。再開。前回が、そう、チェスをね、無駄に時間をかけてクリアして、ん？はい。これに気づかなくてね。あれ？よっ。これに気づかなくて、チェスに無駄に、時間を無駄にね、かけて、あれ？あ、チェスやってないことになってる！頑張りまーす。よし。ゲイ。これで、俺の予想では、ロビーを挟んだ反対側と言いますか。そっちが、開くと思うので。あれ？ここのあれかな？ここにいた透明な人は触ったことになってるね。え？首吊りロープみたいなのなんだけど。あいつってなんかそういうのの象徴なのかな？ここじゃないんかい！え、俺、ここだとばっかり思っていた。とか他に相手なかったとこあったっけ？忘れちゃったな。あっちっちゃいからさ、隙間から落っこちんのよね、あんた。違う。どこ？あれ？あれ？ルークどこだ？え、ルーク消えたんだけど。え、積んでない？え、ルークって一番最初ここに落っこってたよね？この周りに落っこってたよね？え、積んだ。積みました。おいおい、やってくれるじゃねえかよ、リトルナイトメアツ。どうだ？あ、よかったよかったよ。おお、吸引力すごいな、おい。で、ここに、ちょっと、頑張って、頑張って。よいしょ。あれ？え？持てなくなった。え？え？掴むボタンで掴めなくなった。マジか。どう？クイーンは？あ、掴める。よし。え、キングこれで持てなかったらどうしよう。持てないー。さあ、3、4、4枚の衝撃。やるぞ。まずここに跳ねる。はい。そして、キングにご入場いただくと。え？え、持てない。嘘やん。え、嘘でしょ？再起動しまーす。レッツゴー！さあ、大事なのは、キングを持てるのかどうか。ルークは持てます。緊張の一瞬。モテたー！ははー！よかったー！この野郎！これでここのとこにクイーン乗せて、今度は死なないように。はい。下になんかドアあったね、さっきね。マジで、モノがさ、痩せすぎなんだよね。痩せすぎだから多分この隙間から落っこったんだよ、さっきな。こうやってシューって行っちゃって。あ、危ない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 。多分、この右側になんか、ドアがあった？ここが開いたかな？あ、ここ鍵だ。あれ？え、じゃあ何がどうなった音？何がどうなったサウンズ？あれ。
はあ？はあ、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 逆電念と。よいしょ。ああ、あ、ここ登れと。あ、違う違う、そうじゃない。わかったわかった、ごめんな、もの。何度も同じことやらせて、ほんと俺が悪い。俺が悪いよ、これは。ここ登れってか、そういうことか。あ、ソーリー。あ、そういうことだ。あ、そういうことだ。あ、馬がおしっこしている。あ、鍵じゃないの。ちょっとおもちゃもあるやん。おもちゃ。おもちゃも出して。これ誰がいたんだろう？馬じゃない？犬か、これ。犬がおしっこしてんだ。え？あ、鍵。鍵をこうやって剣みたいにこうつけてんの。あ、見えねえ。よいしょ。こいつをしばきたいね、こいつを。この、こいつ。この悪ガキ、じゃないのかな、あれ。見た目が。誰が作ったん？あいつのちっ。コバなんて。自分で作ったのかな？器用なやつだな。で、この右側のドアが開くから、左上はあれかな？いつか行くのかな？それとも、関係ないのかな？オープン！ガッチャン！はい。レッツゴー！はい、ボー！今行くぞ！あ、なんかすっげえ音してる。怖っ。なんかすっごい音してんだけど大丈夫？おいおい、静かに食事できねえのか！獣か、お前らは。ん？あ、あそこか。ここ、これか。ここに登りたいんだね。うるせえ何？戦争？あ、思ったより。もちこっちか。こんぐらいかな？よっ。僕も食べさせてー。胡椒を持っていきます。なのか。よっ。あー、スキアリちゃん？君はもしかして、スキアリちゃんではないんです。くぅ！しゃ。うわ、やべ、見つかった。うるら！来い！うるら！よっしゃー！さあ、お前だけだ。うるら！あー、強い。最後の一人は手強いの。すぐリベンジします。行くぞ！ジャンプ！で、まず、スキアリちゃんを。うーら！はい、次。せーの！はい、もう一回。あ、どっこいしょ。あ、なんか、飛びかかる準備みたいなのするな。そこか？あ、これいいよ。おっしゃ。あれよっと。あれ。あれよっと。あ、飛んで。あ、これ持ってけるかな？一応持っていきたいな。あとなんか、帽子っぽいものとかない？いや、持っていけるな。これは、ちょ、一回話せないのか。どうすんのこれ。あそこは数が多かったな。さすがに無理か。ちょっと違うルートがあるかもしれん。いや、でもルートもわざわざ作ってあるってことは、そっち行くんじゃねえのかな。うーで、よし、来い。よいしょ。はい、どっこいしょ。この頭を使うのかな。あ、え？あ、天才。モノ、あんた天才よ。
どうもー、悪ガキでーす。イエーイ、ハイファイブ。いや、ひどい。これはひどい。あー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 あ、地獄や、地獄。男も女も、大暴れ。あー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 あ、何やってんの、お前。お立ち台そこ俺もやりたいんだけど、それ。あ、ごめん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 。怖い怖い怖い。早く行こう。やべえよ、ここ。さっさと抜けよう。こいつら全員始末してやりてえけどな。嘘やん。嘘やん。どうしようかな。やーべえよ、これ。ただテーブル叩いてる人とかいるし。なんだよ。後ろに目ついてるよ、今のやつ。ゴルゴだ、ゴルゴ。ほい。はい。OK。さよなら。楽しんで。食事ね。楽しんで。ねえ、食事は楽しくした方がいいよ、確かに。お前らも悪ガキか。俺もいじめてる。おい、助けてやろうか。あ、大丈夫だったらしい。ううう。え、追っかけんの？友達なの？仲いいの？あ、いいじゃん、縄跳びとかね。そう、絶対これダメよ、これ。絶対ダメよ、これ。え、違う？これ絶対ダメなやつでしょ、これ。大丈夫？あ、大丈夫だ。怖い怖い怖い、怒ってきそう、怒ってきそう、怒ってきそう。さよならー。みんな楽しんで。休み時間ね、楽しんで。あ、よかった、しまっといてよかった。ニンニク、これでニンニクに戻れました。椅子か。よいしょ。あ、椅子じゃない、これ瓶だ。これ投げればいいのかな？せーの。あれ？ん？と？ああ、登れればいいのか。よいしょ。ほい。なんか笑い声聞こえた。元ビンド。なんかあれだね、化学準備室みたいな感じだね。いろんなものが置いてある。え、もっと上か？よっ！よし。怖いねー。よいしょ！オッケー。オッケー？ここだ！よし。瓶いっぱいあんな。うーら！思ったの違うけど、まあいいや。脳みそでーす。脳みそだよ。よっと。よし。え？はーい、はーい、はーい。え？脳みそ？脳みそぶつける？ほい。どういうこと？空の瓶だとダメだけど脳みそならいけます。何持ってんのぜ？なんか、何？虫？なん？いい趣味してんなぁ。いや。これ、授業の準備に余念がない先生だと思えばいい先生なのでは。はい、ちょっとすみまーす。何ですか？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 ちょ、あ、嘘でしょ。え？大丈夫だった。おー、しびれるー。音立っちゃったかな。あ、さよなら。お疲れ様です。良い週末を。ちょっと、頑張って。押してもろて。はい。うーわ。理科の先生なのかな？ダッシュ！
いない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 、誰もいないよ、そんなとこ。何言ってんの？疲れてんじゃない？とはいえ、え、な、に、位置的に見えないのでは？視野の広さえげつねえ。マジで先生。左側からなら登れる？いやー、捕まるね。いや、掴めないもんな。開かない。これでここ登って、いやー無理か。まあでも、どうだろう、そういうことじゃないのかな。ちょっと待ってみるか。この辺からも登れるかな。いや、無理だな。これでもここ乗ったらバレるよね、多分。いや？お、お、この隙？この隙？この隙？うおーい！いやほほーい！いやでか！惜しい！惜しい！惜しい！今です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 。ほう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 、いませんいません。よし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 、あばよグレートティーチャー。どうしたらいい、どうしたらいい、これどうしたらいい。めっちゃリモコンが、リモコンじゃない、コントローラーがバクバク言ってる。あー許された、さよなら。よし、いやーこれ登ってたらアウトだったね。首がニューンつってやられてたよ。よし、ふぅー、ちっちゃくてよかったぜ。よいしょ、危ねえ、大丈夫か。左から音がする。あ、でも、おーっとん。Hey girl! Hey guys! あ、うっつ、くくくく。みんな死んだ。おい、とんでもねえ罠だな。これか。すっ。おぉ！来いよ！うら！もう一匹！よいしょ！まだ来るかい？君らが全滅するまでやっても構わんのだな。あ、目描いてる。やっぱこの目なんかあんだな。いやー、罠怖えな、これ。来いよ。よし！あ、くそ！タイミングよ。タイミング大事。よっ！あぶねえ！結構ギリか、今の。よいしょ！オッケー。叫んだら行くぐらいだな、やっぱりな。距離が詰まってればそれで行ける。隠れてんのかい？よし！来いよ。よし！叫んだら行く。それぐらいだな。罠か。罠っぽく見えるな、これ。違うか。よし。じゃあ、行こう。あ、あれは？
またなんかさ、罠に見えないところが罠みたいなパターンなんじゃねえかな。何に当たった今。あぶねえ。うー、冷える、冷える、しびれる、肝が冷えるか。うわ、相棒か。てめえら、くたばれ、お前もだめ。よし、危ねえ。よし、助けよう。どうやって助ければいいんだろう。どうやって助ければいい。落っこどして平気かな。いや、あー、ちょっと、これちょっとずついける。あ、相棒。大丈夫か。へい。お、おー、よかったよー。立てるか。よし、大丈夫そうだな。行こう。こんな学校とはとっととおさらばするぜ。今日帽子見つけられなかったな。どっか一個ぐらいあったのかな。一緒に開けよう。オープン。よいしょ。さあ、俺たちの新天地へ。行こうぜ。おおおお、新天地やべえな。しっかりついてこいよ。はい、ということで、無事に相棒を救出することができました。イエーイ。イエーイ。次回ですね。まあ、ちょっと教師をやりきれなかったのが残念ですね。大体パターン的にはね、ね、襲ってきたやつはとどめを刺せてクリアできてたんですけど、まあ、ひょっとしたらまだそこが続いているのか、が、まあ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 、生徒たちを思えば教師も必要だったのかもしれませんけれどもね。また次回、帽子を見つけつつ、相棒と共に歩んでいきたいなと思います。またよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひ。それじゃ、バイバイ。